人取り残されない未来のためにつながる絵本 4SDGs。 SDGs、 それは2030年の未来の形。飲み水を産む機会？目指すのはこちら。安全な飲料水を利用できるようにする。石川県の能登町。能登半島地震では大きな被害を受けました。そんな被災地で震災当時、水不足の解消に貢献した機会があったんです。開発したのはフリー。どんな機械なんだろう。空気中の水分を取り込み、結露を発生させて、水を作る空気清水機になります。空気と電気だけで水を作り出せる空気清水機。空気中の水蒸気が水滴になる結露に注目して作られました。まず空気をフィルターに通してウイルスを除去。その空気を冷やして結露を発生させます。そして抽出した水分からさらに不純物を取り除けば安全な飲み水ができるんです。水道水と同じように消毒に必要な塩素を加えているから常温でおよそ3日間の保存ができちゃいます。生み出せる水は1日でおよそ50リットル。災害時に必要なおよそ16人分の量にあたります。さらにサイズをカスタマイズできて、最大で1日3780リットルの水を作ることもできるんだって。そしてこの空気清水機は災害時の実証実験として自衛隊にも貸し出されているんです。みんなを助けられる、とっても頼りになる機会だね。今後は災害時だけではなく、新興国など安全な水が足りない地域にも普及させていきたいと思います。空気で作る美味しいお水、